にちは。フォーサンダー動画45回目です。やっていきましょう。じゃあマップの紹介と車両の紹介です。マップは9番で北側スタート、PR は 6.3 から 7.3 でトップ線上。初動は東側の外周をぐるっと回りましょう。軽戦車だから敵の側面取るような形で動こうね。はい、じゃあ今回乗っていくのはこちら。フランスのランク4、PR7.3 軽戦車、バティニョールシャテ 425T です。この戦車は、低コストで軽量かつ高火力、高機動の戦車、という要求のもとにバティニョールシャテ4車が試作、開発をした戦車になります。主砲に 90mm 砲を採用、フランスで流行りの溶動式砲塔と自動装填装置を搭載。足回りは新開発の油圧サスペンション、エンジンは750馬力のエスパの製のものを乗せています。重量は25トンまで抑え、最高速度65キロという内容で、フランス軍の要求に応えることができました。ですがバッチャが開発された頃にはすでに溶動式砲塔のブームは去っていて、溶動式砲塔の欠点や、油圧サスは高額で整備性が悪いなどの問題が多数指摘され、バッチャは試作車のみで開発が終わってしまったんですね。次はゲーム内スペックです。主砲は 90mm 砲を搭載、回転シリンダー式の自動装填装置がついていて、装填時間は 6.7 秒固定。使える砲弾は、APBC と APCBC と榴弾です。少し前のアップデで APCBC が追加され、やっとまともに戦えるようになりました。して、シリンダーの中には砲弾が7発しか入っていないので撃ちすぎるとあっという間になくなってしまいます。なので撃ち切ることはせず、こまめな給弾を心がけましょう。あ、それと溶動式砲塔の特徴として、飛び出し撃ちや停車直後の射撃がとても苦手です。砲身がガックンガックンして収まるのに時間が必要です。十分注意しましょうね。はい、次は防御面について。走行圧は砲塔、車体ともに最大 50mm となっています。まあ軽戦車って時点で走行なんて当てにしてませんよね。一応車体正面は傾斜走行になっているんですが、PR 的に見てもないに等しいです。エンジンも前に配置されているため、被弾したら撃破されなくとも動けなくなるのは確実。遅かれ早かれ撃破されてしまうので、被弾は避けましょう。最後に機動性です。軍の要求をクリアしただけのことはあって非常に良好、前進と後退が同じ速度を出せるのもいい点です。超進駆展開もできるので、全くストレスはないですね。はい、車両紹介はこんなもんでいいでしょう。とりあえず外周回ったんだけど、今回はあんまり敵車両来てないみたいだね。フレンドさんから見ても敵車両は見当たらないようなので、C 拠点を占領しましょうか。了解だよ。何事もなく C 拠点の占領が終わりました。待っててもしょうがないし、D 拠点の方覗いてみよっかな。行けそうだったらそのまま中央に寄ってもいいかもですね。お、敵車両発見。味方の爆撃で動けなくなったみたい。あれは、当たりますか。はい、私にかかれば余裕よね。ナイスです。超方針パーシング撃破。航空機がうるさいな。なんか嫌な感じですね。あ。ほんと嫌になっちゃうよね。航空機のいない純粋な陸戦がしたいです。気を取り直してバックアップで出撃します。まだ B 拠点が中立状態なのでそっちに向かいましょう。はいよ、戦闘もまだまだ序盤だし頑張ろうね。とりあえず B 拠点まで来たけど味方が占領してくれたわ。ですが味方さん以外のエンジン音がしますね。ちょっと見渡してみましょう。あれはカノパンかな。でもエンジン音的にアメリカ車両だと思うんだけどな。正面から撃たれました。もう一両いるようです。あぶねえ、砲兵車が黄色くなっただけでよかった。スポットつけたカノパンがこっちに来そうです。え、本気か。位置的にどう考えても無謀だと思うんだけど。私たちからしたら美味しいだけですね。はい、カノパン撃破です。カノさんが突っ込んできたってことは私たちはスポットされてるね。じゃあ近くにいる敵さんは軽戦車ですか。その可能性が高いね。あとはスポット機能があるっちゅっか。重戦車とかじゃなければ何でもいいですね。もう一回覗いてみ当たらないようだったら、敵の近くまで詰めようかな。周辺見渡したけど敵が見えないから移動中だよ。以前エンジン音は聞こえているので正面の稜線裏ですね。さて何がいるかな。オッケー、スポット完了。アメリカ地区であの小ささってことはスコーピオンかな。これは撃ちに行けませんね。一度引いて気を伺いましょう。思いっきり下がったんですが、航空機に粘着されているところです。ひぃ、殺意が高すぎてやばい。あのまま下がってたら撃破されてた。もうダメだ、早くあの駆逐倒さないと。側面を取るように動いてどうにかならないか試してみましょう。
オッケー、なんとしてでもこっちが先に撃たないとね。ってなんかこっちに来てるんだけど。あ、陽動式砲塔の兵隊だ。危なかったですね。砲の揺れがえげつない。スコーピオン撃破です。少しカットしまして、A 拠点に向かう道中。お、あれはトラニポルチェ砲塔だね。変な格好で止まってるけど。撃てそうなので狙ってみましょうか。ちょっと遠目だから即拠しとくわ。確実に倒すなら悪くない選択です。大体の距離はわかるけど答え合わせだね。ほい、500メートルだって、いい線撃ってるわ。トラニポルチェ砲塔撃破です。ちょっと前進したところでアメリカ系のエンジン音が聞こえてきました。正面に敵車両発見、とりあえずスポットするね。あれはパーシングですね。正面からだとちょっと厳しいかな。したらばちょっと放置だね。もう少し周り偵察しよう。数分カットしました。敵車両が B 拠点側に動き出したとこです。私たちの存在バレてるかもしれないけど、このまま行かせるわけにはいかない。行きますよ。下りで超加速です。よしよし、私たちの動きについてこれてないね。おい、パーシング撃破だよ。敵さんもいなくなったので A 拠点行きましょうか。ほわ、撃たれたけどなんか無傷。運が良かったですね。普通なら撃破されてました。ブルドッグ撃破です、ナイス。サクッと飛ばしまして、A 拠点の占領中です。A 拠点取れるのはいいんだけど、その代わりに B 拠点と C 拠点が取られたわ。ここの占領が終わったら B 拠点に急ぎますか。あいよ。はい、拠点近くに来ました。ちょうど敵車両が拠点から撤退していくね。あ、暴発しちゃった。味方航空機が撃破してくれました。ナイスです。 B 拠点の占領中。東側の山上に敵車両いるの見つけたわ。あー、これは見つかってますね。シャーマンジャンボか。バッタで正面は抜けないね。占領が終わるまで動けないので、もう少しちょっかい出しましょうか。敵は当ててこないね。狙いにくいんだろうか。当ててこないならその方がいいですけどね。うん、最高にまずいです。やばいやばい、スモーク巻いて動かないと。占領終わったらスモーク補充しとったいです。はいよ、巻いた煙が消えるまで時間あるし安心して補充できるね。こちらが優勢になったので B 拠点の防衛でもしときますか。どうしよっかな。ちょちょちょ、真後ろから撃たれてる。おじさんがやられちゃう。さっき補充したスモークが役に立ちましたね。この流れで味方重戦車がいるあたりまでずっと下がって C 拠点向かおうかな。そうですね、敵さんが C 拠点側から B 拠点に来るような気がするので急ぎましょう。はい、十分下がったのでここら辺から作敵しつつ行きますか。了解だよ。と、予想通り敵車両が走ってきてるね。早く狙いつけないと。あー、やりましたね。私は悪くない、陽動式砲塔が悪いんだ。装填早く。あっぶねー、逃がしたら厄介なことになってたよ。ギリギリでしたね。レオパルド1撃破です。その後は敵さんのチケットがなくなり戦闘終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではリザルトです。被撃破数1、占領3、アシスト3、撃破数7、スコア3100でチーム内順位は1位でした。やっぱり陽動式砲塔は扱いが難しいですね。地形とか関係なく砲の揺れがひどすぎるよね。砲身が上行ったり下行ったりで、いつ中心に戻ってくるんですかって感じ。機動性は申し分ないんですが、とっさに射撃できないっていうのは困ります。なので、正面で勝ち合わないようにより慎重に行動しましょうね。ではでは、今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。